はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、 TS の第5弾6弾で登場しました西武純正待望の外野手竹内哲也さんと秋山翔吾さんを使ってリアタイやっていきたいと思います。待望の外野手と言いましたが、去年の TS の尾関さんから通常選手以外では全く外野手が西武では出ていませんでした。そんな中、まず最初に TS の第5弾で登場したのが垣内哲也さん。1年経ってようやく来たかと思いましたね。西武純正の 99.9% はやっと、ようやく、この2つの言葉のどちらかを使ったのではないでしょうかというぐらい待ちわびました。弾道がパワーヒッターでホームランが狙えるバッターです。強豪でパワー A にしたくて限界突破コーチを1枚使ってねやったんですけども、パワー1しか上がらず大失敗しました。マジでショック。レフトの適性が66ありますので問題ないです。そして特殊能力が超パワーヒッター、プルヒッター、盗塁。これプルヒッターに回がないだけで秋山浩二さんの特殊能力と全く一緒です。最初見た時秋山浩二2世じゃんと思いました。そして続けて外野手で登場したのが秋山翔吾さん。今季の途中から日本球界に復帰したこともありまして、全くの予想外でしたね。出るなら来年の TS かと思っていましたが、自分にとってはかなり嬉しかったです。ランキングを走りまして秋山さん獲得することができました。能力はワールドシリーズと全く一緒です。守備適性、裏捨て、守備も積極、もう文句なしです。特殊能力はミートだけが上がる3点セット。パワー上がることはありませんが、なぜか秋山さんだったらね許せる。リアタイの方に行く前に称号チャレンジでパワーを A にしたいと思います。稲妻、おーナイス、いいじゃん、総力も上がった。やはり称号は動画でやることに限る。今回は1番と2番に秋山さんと柿内さんを置いてリアタイやっていきたいと思います。ヒットはもちろん、できることならホームランも狙っていきたいと思います。それでは行きましょう。新戦力が追加した自分の西武純正打線でね、どこまでいけるのか。柿内さんとか秋山さんにもね打球飛んでほしいですね。竹内さんはね66の C でありますので、安心してレフト守らせることできますね。いつもね秋山浩二さんをレフトで使ってましたので。 OK、 いいね、うわーナイス。そして秋山翔吾さんのセンターはねもう安心だね、安心安全。守備範囲は広いし、もう肩は強いしね。よいしょ、まあいいんじゃないの。復帰してからエース級ですから。 OK、 さすが今井君。おお来た、選球眼、パワーカーブがあるのか。秋山さん選球眼か阿部秀ればもうミート90乗りますのでね、 S のミートで打つことができる。初打席初ヒットなるか。うわー完璧、これよこれ、一発もあるのよ秋山さん。本当に高弾道っていう打球打ちますからね。わーナイバッチ、よしよしよし、いいよ2者連続すげえ。新戦力がちゃんと結果出した。なんなら加藤さんも新戦力ですからね、今年の TS の。プロプロプロ、よし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 、いいよ3者連続 TS ヒット。外野手の新戦力来てくれたのでね、やっぱり打線の厚みはね大きくなりましたね。おーおー、平さんだ、いやーいいね。自分西武純正ですからね、自分だね。ツーシーム A だ、マジで言ってる。打球上がって。秋山さんはねワールドスターの3700にスピ解放して使ってましたけども、シリーズ2に完全移行したらもう1回スピ解放しようと考えてましたので。勝ちか。いやーこの2人の新戦力はしびれるね、すごいわ。打線が活発になりそう。浜風に乗ったね今、浜風に。わあダルさんが相手だ。いやでもこの2人だったら打ってくれるんじゃない。わあ綺麗に負けた。木山さんはもうこのまま1番で使うかな。で2番に和夫さんにして、3番浅村さんという形に。あーいいねナイバッチ、もう打ちやすいわ。お2出ししたナイス、2出しで93か。竹内さんもどちらかの特能が出ればねパワーは A に乗りますので、
そしてパワーヒッターでね、十分ホームランも打つことができるバッター。寛容だけどこの懐広いのは打ちやすい。あ、カットボールだ。いや、いやー、くそ。ダルさんは皆さんどっちが打ちにくいですか？このセレクションのダルさんと OB ダルさん。自分このセレクションのダルさんがね、打ちにくいね。落ちろ落ちろ、よし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 。うわ、チャンス、チャンスやっぱ強いな。おかわりくんは毎回1番で使ってましたけども、チャンスも生かして3番に置こうかなと思います。3番だった浅村さんを6番あたりに置けばなおさらそれでも打線は厚くなるんじゃね。竹内さんはね、おそらく7番かな。これ、あーっと、よし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 、満塁よ。カブレラさん満塁よ。うわー、打ってもよかった今。うわー、えぐい。そこ入る。阪神純正さんじゃない？うわー、来た、純正対決。メッセンジャーか、メッセンジャー2スプだったね。うわ、鳥谷さんもいる。うわー、来た、超阿部ヒ。どうやって突破口を開くのか。そうですね、そのあたりが。あ、これ D カーブね。あー、第3戦目は純正対決。いや、惜しい。うわ、曲がんねえスライダー。いやー、失投だったけど、まあまあまあ、ないバッチないバッチ。あ、柿内さんが何も出ない。うん、抜けない。いやー、柿内さんないバッチすぎるわ。いい、柿内さん、この2人の新戦力すごいわ。馬線に厚みをもたらしてくれる。うわー、藤川さん、相棒だった外野手がここまで打ってくれるとすごい心強い。フォーク、いやー、ヘッドコーチさすが。あと今年の TS3 人すげえ打ってくれる。いやー、ツーシーム。かわりくんはどうだろう、アニバ選ばれたけど能力下がるでしょうね。シリーズ2はどこまで下がるか。 2 と B 剥奪されそう。あれ、いやー、惜しい。さあ、鍋優くんで抑えられるか。西武の覚醒は佐藤選手出ましたけども、ローテーションチャレンジャーのね、自分の予想は鍋優くんでしたね。うん、1点取られた。相手は4割8分のね、猛虎ですから。よし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 、秋山さんに飛んだら安心よ。あ、いいね。やっぱ鍋くん強いね。ローテンションチャレンジャーで出て、この2スプ持ちをね、継承させたい思いもありましたけど。オッケー、4割8分抑えますから鍋くん。7番攻めて1人出ればまた秋山さんに回る。広角出てるよ。落ちて、落ちない。ああ、よった、ないバッチ。回れ。あ、これでもう回るでしょう、秋山さんまで。アルカンタラ来たか。アルカンタラいたね。あれ、アルカンタラもう2スプじゃなかった。うわー、球速い。入るんだそれ。そこ入ってんのか。いやー、まあ、オッケー。片身打ちだね、片身打ち。豪快、えぐい。この期待の新戦力たちをこれからもね、ずっと使っていこうと思いますが、 OK。 本当に打線熱くなったね、すごいわ。いやー、ナイス、鍋井くん。